甘味どころの正体。そう、僕の一番好きなコーヒーゼリー、これです。はい、クリームコーヒーゼリー。これがちょうどいいんですよ。大きさ的にも、風味的にも、これいいっすよね。これ、小学校の時ぐらいしか食べなかったコーヒーゼリーが、高校ぐらいになると忘れるんですよ。給食がなくなるから。僕中学まで給食あったんですよ。だからコーヒーゼリー出てたんですけど、高校ぐらいになるとコーヒーゼリーの存在忘れて、で上京して働くようになって、いざね、忙しかったりとか新しいことをチャレンジすると視野が狭くなるじゃないですか。である程度落ち着いてきた時にコンビニで見つけたあのコーヒーゼリー、あ、コーヒーゼリー忘れてたな、小学校ぶりだな。食べてみると口の中に広がるクリーミーな上にかかってるソースと、そしてコーヒーのほろ苦い香り、混ぜて食べてもいいし、自分なりの一口大にすくって食べるのもよし、クリームをしゃぶしゃぶしてもいいし、下の部分の方を食べてもいい。セーブしてますから大丈夫です。いただきます。冷たくて、でちゃんとコーヒーにも砂糖が多分入ってるんでしょうね。コーヒーもこの砂糖がコーヒーの苦さをこうね、うまく緩和させて、クリームがそしてコーヒーゼリーを引き立ててます。うまいなーコーヒーゼリー。そしてこのゴゴティー無糖、これをで、ダージリンの香る、この口の中に広がるダージリンの香り、そして口の中がまるでね、紅茶によって歯磨きしたみたいになるんだよ。すごく今口臭くないなって、紅茶で緩和されたところ、コーヒーゼリーをまた入れ込む。コンビニには甘いクリームが乗って、口の中に入れたらほら、なんだろうこれ、またこのクリームがコーヒーと混ざったところがまたいい。喫茶店とかのほろ苦いコーヒーにホイップだか生クリームじゅっぽり入れてるやつとかもね、まだ美味しそうなんだけど、なかなかでもね、男性諸君の皆さん行く機会がなくてね、 YouTube とかテレビとかでは見るんだけど、甘いなぁ。冷たくてさ、甘くてさ、生クリームが口溶けが良くてさ、もうなくなっちゃう、なくなっちゃうな、から物を食べれる機能をね、進化の過程で、口から接触する、機能を持ち、そしていつかは、調理というですね、アビリティを習得し、自分好みに、人間のね、人類好みに調理できるようになって、それをセレクトできる、そして口にアジャストする、最高な時代だった。そしてタバコだ。アビリティからのセレクト、そしてアジャスト、それがハッピネス。細胞が喜んでる。そしてメティン、タバコ、常に俺の中は満員電車状態。メタンが渋滞中。新たな食物を食べた途端に俺なんとか状態ダメだな。これちょっともう言えなくなってきたな。ごめん。なんとか状態、俺今まで多用してきたんだけど、なんとか状態も言えねえな。
まるでっつって、うん、言えなくなっちまったな。そう、コーヒーはいずれメタンになり、また新たな何かはそのメタンを排出する。そう、まるで山手線の満員電車のように、出ては入って出ては入って、出てったものはどこに行くのか。そう、社会貢献のため、誰かの役に立ち、または自分のハピネスのために電車に乗り、どこかに行く。ここではない、どこかへ。ベタもそうだよ。どこに行くかわからない。ここではない、どこかへ飛びます。